チス、誰も知らないカリド、イカレタコスケでござるよ。現状、最も取りにくい V 素材ってなんだか知ってるでござるか。拙者はこう思うでござる。どこ行ったあいつ。そう、メルゼナの強欲でござるね。このメルゼナの強欲、ハンターノートで見るとわかるでござるが、通常状態だと、滅法課題、物理25の属性10とかそんな感じでござったよ、確か。なんで、普通に戦ってると、破壊される前にメルゼナを倒されてしまう上に、入手数も少ないのでね、剥ぎ取り 18% か V 破壊でござるから、まあ、非常に入手しにくいでござるよ。がしかしよ、現状、スキルや食事等々が発達したおかげで、こいつを簡単に周回できてしまう事態が来ているでござるよ。さあ、こいつね、ぶっ倒れた時のこの翼の出っ張り具合が半端ないので非常に狙いやすいでござる。そしてこうなったらば流撃弾をしっかり貯めて、はい、ボン。おーい、こわチス、誰も知らないカリオド、イカレタコスケでござる。現状、めっちゃ入手しにくい V 破壊素材があるって評価されたゆえ、非常にね、これがね、取りやすくなっているというところでござる。クエストも増えたりね。さあ、こうなったらば、ここに、オータル爆弾 G、こうやってしっかり置いて、これ全部当てることが大事でござるからね。これ簡単に取れるようになったのは、ほい、はい、失敗。チス、誰も知らないカリウド、イカレタコスケでござる。現状、最も入手しにくい破壊部位素材、何か知ってるでござるか。それは、拙者こう思うでござる。メルゼナの強欲、いまいち人気がないでござるね。おかげでよ、こいつがなくてなくてコマッチング、マチコ先生という、やめろよお前、やめろやめろやめろ、カニども、お前らも一緒に滅亡させてやるでござる。で、普通にね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 、おっ、もうこのね、スキル等々がめっぽう増えたおかげで、かなりかなりこの V 破壊が楽になったでござるよ。間違えた、犬もやめるでござるよ。やめろ中に、やめるでござる、やめるでござるよ。はい、後ろの方から翼に届くように、うっ、やったー、壊れたでござる。慎重に、めっちゃ慎重にいったでござるよ。まあ、ちょっと若干ね、慎重見に行ったでござるけども、まあこの通り超高速でメルゼナの翼が入手できてしまうというね。できていない、悲しい、どうして。知らない、まあ